ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は YouTube に動画投稿をされている方がカメラにこだわりたいと思った時におそらく真っ先に考えるであろうパナソニックの GH シリーズについてご紹介したいと思います。といっても現在発売されている GH シリーズではなくて、今後発売されると噂されている次の GH シリーズについてです。その前にまず現在発売されている GH シリーズについて簡単に紹介すると、現在の GH シリーズが GH5 というラインナップで、まず GH5 というモデルが発売されたのが昨年2017年の3月でした。そして今年1月には GH5S というモデルが販売され、こちらは後継モデルというよりは兄弟モデルといった位置づけでした。どちらもいわゆるミラーレス一眼で、他社のミラーレスと大きく異なる点としては動画撮影を重視したモデルになっているというところです。価格的にはどちらもボディだけで約20万円するかなり本格的なカメラとなっています。そして今後登場予定と噂されているモデルが GH6 というシリーズになります。これまで GH5 の時は一度に一つの端末しか発売されなかったんですが、次回の GH6 については合計3つのモデルが存在すると言われています。まず最上位モデルとなる GH6S、 それから GH5 の純粋な後継モデルとなる GH6、 最後がエントリー向けとなる GH6V というモデルの合計3機種になります。それぞれの詳細についてはまだ分かっていない部分も多いんですが、噂としては 8K の動画撮影に対応すると言われています。この 8K が純粋な 8K になるのか、それとも 8K よりは少し解像度の低いものになるのかというところは分かっていません。ただし、この3機種の中でもエントリー向けとなる GH6V はこの 8K の撮影には非対応とのことです。また、これまで GH5 の時に問題視されていたオートフォーカスも改善するのではと言われています。そして、正式にこれら GH6 シリーズが発表される時期ですが、現在噂されている内容としては2つあって、まずは今年の9月26日から開催されるフォトキナ2018で発表されるという噂。そしてもう1つが来年2019年の2月28日から開催される CP プラス2019で発表されるという2つの噂があります。どちらも毎年開催されているカメラ関係の大きなイベントで、カメラ本体のほか三脚やレンズに至るまで様々なカメラ関係の商品が発表されます。 GH5 が2017年3月に発売され、 GH5S が2018年1月でしたので、約1年ごとに新製品を投入すると考えると、もし今年の9月に開催されるフォトキナ2018で発表されたとしても、発売は2019年になる可能性が高いかと思います。なお、当然価格についてはまだ何も分かっていませんが、 GH6 については GH5 よりも値上がりするのではと言われています。ですので価格は30万円近い価格になる可能性もあるかと思います。いずれにしてもまだ GH6 シリーズについてはまだまだ未確定な要素が多いので、今後どうなるのかというところは分かりませんが、またこの GH6 シリーズについて新しい情報がありましたら別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。